すごいショックなことが起きて、もうこんなになっちゃってます。This is Abe-chan, you guys. He's really depressed. 大丈夫？犯人許せない。絶対捕まえるぞ。今日何やったの？いや、あのですね、実はですね、うん、僕この車自分の車なんですけど、盗難未遂に遭ってしまいまして。今日？今日です。何時頃？朝の3時ぐらいです。3時？はい。夜中の3時ですよ。うん、思いっきり寝てましたよ。どこに車止めといたの？お家の前です。お家の前？はい。で、うん、まあ、たまたまセキュリティが鳴ったので、うん、急いで下に降りて、うん、確認したら、うん、犯人が、うん、僕の大切な GTR ちゃんのキーシリンダーを破壊して、うん、今まさに盗もうとしてるところでして、もうこの車の中はぐちゃぐちゃになってしまってました。So Abe-chan's car was parked on his parking, and on the midnight, his security did alarm, and when he went to the parking, there was two guys near his car, and they were trying to steal his car on the midnight, 3 a.m. あれさ、キーシリンダー破壊してさ、今にも盗もうとしてる時にさ、はい、こう見つけたんじゃん。はい、そしたら犯人見てるよね。見ました。僕が、うん、あのセキュリティが鳴って、うん、家からすぐ出てったんですよ。うん、そしたら2人の男が、うんうん、こうまさにガチャガチャってやってるとこで、うんうん、で1人はボンネット開けてたんです、うん。見ましたよ。僕は見ました、うん。次お前ら来たら絶対捕まえるからな。うん、あ、見たんだ犯人。見ました。あ、でですね。うん、その多分作業してる時に僕が行って、うん、驚いて逃げてったんで、うん、あの盗むのに使ってた道具、うん、もう全部残ってて、うん、それは全部警察にお出ししました。うん、盗もうとした道具って何あったの？ちなみに言っちゃっても大丈夫なんですか？言っちゃっても出したよ。あのまず針金みたいなやつですね。ああ、それはあの、はい、ドアを開ける時にこうこうするやつね。はい、あ、お前これ言っちゃダメですよ。ダメですよ。ダメですよ。で、と、あとはドリル。あー、ドリル。ドリルです。電動ドリルが。あー、それ電動ドリルはね、キーシリンダーをこう、キューキューキューってこう回しやすくする。破損するために使うんじゃないでしょうか。あとはハンマーです。ハンマーはね、あの実はあのキーシリンダーをね、カーンってやると、ポロンっていく。これ言っちゃダメです。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 そういうことね。はい。なるほど。うん、でですね、うん、こう、僕の車はハンドルはつけてたんですけど、うん、実はうちは R3 人 GTR 2台ありまして、うん、1つの車にはハンドルロック、うん、あの、こういう棒のやつですね。あれがついてたんですけど、うん、ハンドルごと取られて、あ、もう捨てられてました。うん、なので、あれね、ハンドルロックだけじゃダメなんだよね。あのハンドルってさ、ロックしてっからハンドル回んないと思うじゃない。でもね、ハンドルを取られちゃったらロックの意味がないんだよね、うん、だからハンドルロックだけだとセキュリティにはならないんですよ。これね、うん、皆さん本当にね、注意してください。ハンドルロックがあれば必ずね、あの防犯になるかと思ったら大間違いです。犯人はね、ハンドル持ってきますから。付け替えられてました、すで、うん、に、うん、じゃあ別のハンドルを持ってきてた。そうです。そう、ハンドルロックを壊すんじゃなくてハンドルを付け替えて乗っていこうとしてたんです。そしたら事前に車とかも見られてたってことなんですかね。おそらくそうじゃないでしょうか。そうだね。はい、でちなみにこうナンバー今ついてないじゃない。はい、フロントもリアもついてない。そうですね、うん、で実はね GTR ね2台あったんだよね。そうなんです。2台ともいたずらされたっていうか盗難されそうになったわけ、うん、でさすがプロだよね。あのナンバー偽造ナンバーってあるじゃない、はい、あれこう自分で自作したやつ、カスカペナンバーがついてたそうです、後ろに、はい、で前のナンバーはなんと2台車あるじゃないですか。
ナンバー2台とも違うじゃないですか。だからナンバーをまず半分に切って A と B のナンバーをつけて違うナンバーにしてフロントにつけて N システムで引っかかんないようにしたんですよ。あのよかったらナンバー見ますか。見てみましょう。そうご覧ください。こうはずフロントのこれフロントのナンバーなんだけどこう半分にこう切られちゃってでこれをねあのもう1枚切って別な車のやつをこうつけるんだよね。こっちのやつをこうつけて互い違いのそうそうこういう感じになるのかな。もう1枚こことここになってそうすると違うナンバーになっちゃうんだよね。そうです ねだから N システムに引っかかんない。もう賢いプロだね。本当に追跡できなくなっちゃいますね。あそうだ ね, それでね、どこに逃げたか分かんないっていうね、はい、うん、そう本当にね許せないよね。こういうのそうですね、うん、やっぱりこうプロの犯行だなって思うのがちょっと車を見ていただきたいんですけど、うん、こういう鍵の穴あるじゃないですか、うん、こういうのって普通壊したりしますよね。あんまり知らない人だと、まあ、壊すねですよ ね、うん、ガラス割ったりガラス割ったりね、はい、バーンって落としやからね、そういうするね、うん、音がされてないんでやっぱり相当慣れてる、うんうん、そう、はい、ちなみにミー君はねこれあのドアの鍵を外すのはね30秒。あ、だ あれちょっと疑惑が出ちゃうのでちょっと何してましたか。この車は鍵がない状態でエンジンかけるまでに自分だったら2分30秒で2分30秒で疑惑出ちゃうんで。だから5分でよくセコムが来るとか警察が来るとかって言ってんだけど間に合わないです正直。プロの犯行だとだからもう絶対にあのこういう車って、はい、あの鍵を壊してエンジンかけて盗んでいくケースって多いんでまずあのエンジンがかかんないようにセキュリティをしないとダメですね。普通にただハンドルロックだったりそのそういう、まあ、ちょっとしたものだと全くダメです。ダメ。 So Abhichan's car was stolen almost and there was two guys when he went to the parking. One was trying to damage the key cylinder and one was opening the bumper in the hood and he saw the face so he will try to get arrest of the people who tried it and also his wife car is BNR 32 also and it was also almost get stole and the steering wheel was get changed so it can be stolen. うちの会社でもさ結構さ今までさ盗難とかあって犯人を十何人捕まえてるんだけど全員日本人だったよ。あ、そうなんですか。うん、なんか結構だいたいね盗むやつって頭は分かんないんだけど基本末端のやつって頭の悪い日本人なんだよね。ちょっと薬でこうやっつけられてたりとか借金まみれになってて小遣い稼ぎに盗もうとしてるやつ。一番この末端のやついわゆる俺詐欺で言うと出し子みたいなやつそいつらがいてその上がいるわけだよね、うん、雇ってる指示をしてるやつ、はい、そいつらが賢いんだよ。なるほど。でもしかするとその上にその輸出とか その不正に輸出するその頭を張ってる例えば中東系の人たちとかそういう人たちがいてそいつらは捕まんないんだよね。なるほど、うん、ほんとSo, So Abhichan didn't see the face of the guys who tried to stole, and but from our CEO's impression, maybe it is a Japanese people who tried to stole.
まあ今日はねすっごいもうあのテンション下がっててもう無理して頑張ってやってくれたんだよこれ本当に。そうですね、あの実際自分の車だからね、うん、そうですよね、うんうん、本当に。ただ皆さん本当に盗まれないように注意してください、うん、まあ車はねトラスト規格でパーツがあるので直すのはね難しくはないです正直、うん、ただやっぱり盗まれたっていうその盗まれそうになったっていうねなんかすごい毎日こう不安でしょうがないんですよ。また今日も盗まれるんじゃないか明日盗まれるんじゃないかっていう不安でしょうがなくて眠れなくなっちゃうんだよね。そうですね、車を大事にしてる人っていうのは本当に自分が子供のようにしてるものだから本当にねお金じゃ買えないんだよね、うんうん、だそういう気持ちをね踏みにじる犯人ってとっても許せないから、はい、もう絶対にもう許さないね。そうですね、うん、So Abu-chan already reported to the police and yeah this concussion can be not it is really frustrating. So we repair his cylinder with our parts from Trust Kikaku. Yeah, so if we get arrested of the people who did it, we will also make another video. Yes. 絶対捕まえような。お願いします。でですね、実はすぐ分かってですね、うん、その現場の状況を、うん、花ちゃんと一緒に映像に収めてきたので、うん、よろしければ皆さんご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは。レポーターの阿部です。And this is Hana. 本日は衝撃の事件が起こりました。そちらをレポートしていきたいと思います。So today it is a different video from our usual video and there was incident, so we're gonna report that. こちらの BNR さんにこちらの車が今朝盗難未遂に遭ってしまいました。 And this car is BNR 32 and this car was almost stolen. では状況の方見ていきましょう。 So let's see what's happened. ご覧ください。こちらのキーシリンダーコラムの部分が完全に破壊されてます。As you can see, the column and the key cylinder has been damaged. こちらのパーツもすべてこんな感じで壊されています。Like all the parts on the steering wheels was damaged. 合わせてナンバーもこんな感じで引き裂かれてます。Also, the plate number has been broke. こちらは実は僕の車なんですけど。And this car is Abu-chan's car. BNR32 は、まあ、ちょっと希少価値があるので、こういうふうに狙われます。So BNR 32 is really rare now. So these kind of things will happen. 国内でこちらの車を持たれている方も、国外でこちらの車に乗っている方も、こういうふうに盗まれる事実がありますので、対策されてない方はぜひセキュリティなどの対策をしてください。So this will happen if you live in Japan or in overseas outside Japan. So please make sure that your car is safe, like put some security so this kind of thing will not happen. 1台でも多く3人を盗まれないでほしいので、本当に皆さんも注意してください。So all of you has like cars, like not only like BNR 32 and other like cars that you love, please make sure that it is safe. あれが犯人の足跡です。And this is the footprint of the guy who tried to steal the car. They came
from like the farm and went to his car. 現場からは以上になります。That's all our report. Thank you. Thank you.